上空曇り空の中ゲームがスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガースの21回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳に届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。まずはスワローズの先発スアレスが神宮球場のマウンドに上がります。相手がルーキーですから当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか？ちょっとすっぽ抜けた感じです。打ちました。左中間に強い打球、この辺りはどうか、真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあ、そしてバッターボックスには糸井が入っています。さあ、先制を防げるかという場面、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。バッターの糸井、今シーズン得点圏での打率は5割7分。引っ張った、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。最低限ランナーを進めてきましたね。勝負強いバッターを迎えてますから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき松永バッターボックスです。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。初球打ち、これはどうだ、ピッチャー取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。さあ、そして打席にはオマリー入ります。怖いバッターを迎えてますけど、しっかり対応したいですよね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。やはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうです。初球打ち、これはどうか、ボールを拾って一塁送球、サードランナーホームイン、タイガース1点を先制しました。タイムリー内野安打、1対0。序盤から先手を取られています。ここで先制点を奪われてしまいました。注意すべき相手でしたよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。バッターはアリアス。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが打てたのは大きかったですよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。スワローズ初回、初球打ち、スタンド一直線、レフト一本入った、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。バッターは注目のルーキー木戸。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。スワローズ初回から相手打線に捕まっています。初球打ち、打球はセンターへ、この打球はフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース先手を取りました。2回になります。7番から始まるタイガースの攻撃、亀山打席に入ります。今シーズンここまでホームランは21本。さて、スワローズの先発はスアレス。今日が12試合目の登板です。前回の登板は8回3分の1を投げて自責点1、勝敗はつきませんでした。打ちました、ファウルになります。打ちました、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは和田、ヒットでランナーを一塁に置いています。
初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテ打ちました。西浦送球する、アウト、ワンアウトです。さあ打席には先発の中村入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球打ち、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。4対0、スワローズなおもピンチです。ここはピッチャーにタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、もうこれ以上点をやってはいけない場面ですからね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。さあそしてバッターボックスには新庄入っています。さあなおもピンチが続きます。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないと。初球打ち、大きな打球になった、レフトバックス入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。6対0になりました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。まあ正直これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。バッターは2番、さあバッターは糸井。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。打ちました、センターライナー掴んで、これで2アウトです。打席には3番バッター松永、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました、センターへ打球伸びる、ここは打ち上げています。雄平が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。小宮山さん、例えばブルペンでも今日は調子が良くないなという時、マウンド上ではどういった気持ちになるんでしょうか。まあ、いつもにも増して不安が増す。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。5番バッターアリアス、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン、スワローズ追加点を許します。8対0、ここで一発を浴びてしまいました。ここは当然という交代でしょうか。スワローズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の風張。さあマウンドに上がったのは風張、今シーズン25試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン、9対0、ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックスには7番亀山、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ファウルになります。これが2球目、打ちました、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これで5連打、ノーアウトランナー二塁一塁。さあバッターボックスには先発の中村入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面です。はい、甘いコースでしたが見送っています。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、ホームに送球、ファーストランナーもホームイン、タイガースが突き放します。
11対0、スワローズなおもピンチです。打順はトップに帰って新庄。まあスワローズバッテリーとしてはもう1点もやれない状況ですからね、しっかり抑えて反撃を待ちたいですね。初球打ち、レフトへ打球伸びる、ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。打順は2番糸井。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような引っ張った、ファーストゴロ。畠山一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターボックスには3番松永。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。打ちました。セカンド取った。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですよね、初球打ちがうまいバッターなんでね、入り方には注意したいですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。力のあるまっすぐですね。外のストレート、空振り。力のあるボールでした。ノーボール、ツーストライク。インローボール、打ちました。浅いフライ、ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。引っ張った、取った、1塁へ。アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番木戸。まあスワローズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そう。引っ張った、サードうまくさばいて一塁へ。アウト、ツーアウト。7番バッター亀山、今日はここまでマルチ安打を記録しています。まあキャッチャーとしてもここで相手に調子づかせたくないですからね。そうですね。ツーアウトになっています。さて今日のスワローズの先発は序盤大量失点で交代したスアレス。今日は引っ張った、高いバウンド、ファーストゴロ、取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですが、いかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですから、このイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね。打ちました、これは浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターは中村、今日はバットでも貢献しました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました、取って、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター新庄、今日はホームランを放っています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでした。初球打ち、さあどうだ、ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁1塁。バッターボックスには2番糸井。まあスワローズとしてはここから追加点を取られると厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。外れましたか、いいボールでしたけどね。はい、インコースわずかに、打ちました。糸井、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウト満塁です。初球から積極的に行ってほしかったですよね。はい、甘い球を見逃してしまいました。打ちました、ライトが追いかける、ぐんぐん打球が、そのままスタンドに入りました。満塁ホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。クリーンナップに一発を浴びてしまいました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。打順は4番オマリー。前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。さあ2球目は何か、ファウルになります。次もスライダーでいいんじゃないですかね。なるほど、ファウルになります。一塁線、ファウルです。
ここは決められると思うボールがあれば一気に勝負していいですよね。はい、いい当たり、伸びていく、外野落ちるか、どうだ、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4連打。ワン。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の清水。さあ、マウンドを任されたのは清水。今シーズン8試合目の登板です。2日連続の登板です。初球ボール球です。次が2球目。2球目打ちました。ライン際へ打ち上げています。掴んで2アウトです。バッターボックス木戸、今日はホームランを放っています。2アウトになっています。この試合は先発野手全員打ちました。ショート取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース満塁ホームランで追加点を挙げています。15対0、タイガースのリード広がっています。神宮球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは亀山。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。スワローズ厳しい展開で6回を迎えています。さあ、里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを切らさずにしっかり抑えていきたいですね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。バッターは今日の先発ピッチャー中村。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁1塁。打順はトップに帰って新庄。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナー2塁1塁。痛烈な打球、スタンド一直線、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは2番糸井。先ほどの打席でヒットを放っています。打ちました。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。これではバットが出ません。ストライクです。ファウルになります。バッターボックスの松永、今シーズンの得点圏打率は6割2分。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。スワローズもうこれ以上点はやれません。さあ、バッターはオマリー。ここで安打が出ればシーズン最多安打記録に並びます。空振り、得意のボールでストライクを取りました。誘ったんですけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。ファウルになります。走ってきた、ヒットエンドラン。山田、ツーアウトになりました。この打席でシーズン安打記録は達成できませんでした。まずは見送ります。ワンボール。2球目打ちました。レフト線を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。スワローズもうこれ以上点はやれません。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ強打者のイメージがね強いんですけど、逃げずに強気のピッチングでいきたいですね。ああ、なるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。膝元へのシンカーはボールになります。3球目打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、
雄平が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3ラン。里崎さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあこの状況なんで、これ以上失点すると相当厳しい展開になりますね。そうですよね、しのぎ切りたいこの状況です。アウトコースへ決めました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。まず打順は8番和田。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。アウトロー外れます。打ちました。浅いフライ。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターは中村。先ほどの打席はセンターへヒット。ランナースタート。キャッチャー2塁送球する。セーフ。盗塁成功。まあここは点差が開いてるんでね、バッターを後ろことに集中したいですね。なるほど、そうですか。インコース、これは外れます。打ちました。西浦、一塁送球、アウト、ツーアウト。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどで。スワローズピッチャー、さあマウンドに上がったのは平井。今シーズン25試合目の登板です。3連投ということになります。打ちました。いい当たりだ。大きな打球になった。レフト下がって入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打席には2番バッター糸井。さっきはツーベースを打たれましたからね、ここはしっかり低めにコントロールして長打は避けたいですよね。そうですね。これも初球打ち。これは大きい。伸びていく。ライト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー2塁。3番バッター松永、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。ヒットでランナーをドカーンと大きな当たりです。高く上がって入った。ホームラン。ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。ストライクを取りに行ったところ、打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。スワローズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。バッターボックスは4番オマリー。タイガースこの回7人目のバッターになります。インサイド変化球決まっています。ノーボール2ストライクです。さあ外してくるのか。ジャストミート。これは大きい。伸びていく。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでシーズン最多安打記録に並びました。2アウトランナー2塁。引っ張った。これはどうか。三遊間抜ける。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。スワローズなおもピンチです。バッターは6番木戸。打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐんだ。突き刺さった。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。スワローズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、もう少し慎重に投げても。スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のマクガフ。
さあマウンドを任されたのはマクガフ。昨日はリリーフに失敗、負け投手になっています。これが1球目、打ちました。山田抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。8回の表タイガースの攻撃、バッターボックスは8番和田。前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。うん、そうですね。スワローズ厳しい、打ちました。積極的に行きましたがレフトライナーに倒れています。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の中村バッターボックスに入ります。ここまで完封ペースの好投ですから代打はないですね。うん、そうですね。初球から積極的に行きましたが2アウトとなっています。打順は1番に返ります。バッター新庄、先ほどの打席で2ランホームランを放っています。これも初球打ち、これは浅いフライ、ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで4打席連続のヒット、2アウトランナー2塁。2番バッター糸井、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロール、打ちました。取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。タイガース大量リードしています。これから9回タイガースの攻撃です。小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですがいかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとはゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね、野球は最後までわかりません。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が伸びて入った、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。十分警戒はしていたはずですがここで一発を。バッターボックスには4番オマリー、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。打った、高く上がったライトが下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を更新しました。初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。バッターボックスは5番アリアス、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。打席には6番バッター木戸、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ワンアウトランナーありません。まっすぐできました、ノーボールツーストライク。低めボール、外への変化球外れました。打ちました、この打球はフライになっています。サードが落下点に入ります。バッターボックスは7番亀山、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。2球目は何で来るか、ボールになります。外れましたか、いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。次が5球目、打った、センターライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。ヤクルトスワローズは屈辱の黒星となりました。
小宮山さん、投打ともに内容の良くない試合と残念ながらなってしまいました。ご覧になっていかがですか。でもそんなに言うほど悲観することもないのかなというような感じはしますけど。そうですか、まあ、そのあたりね、明日からの修正回復に期待したいと思います。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。